ブーシェに絵画を発注した、スウェーデンの中フランス大使、カール・グスタフ・鉄心ビーナスの勝利は、フランスのロココ時代の巨匠フランソワ・ブーシェが1740年に制作した絵画である。主題は、ギリシア神話の愛と美の女神、アプロディテの誕生である。スウェーデンの中フランス大使であり、美術コレクターであったカール・グスタフ・鉄心の発注によるもので、現在は、 ストックホルムのスウェーデン国立美術館に所蔵されている。また異なるバージョンがサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館や八王子市の東京富士美術館に所蔵されている。神話によると愛と美の女神であるアプロディテは海に生じた泡から生まれた。アプロディテは最初にキュテラ島に立ち寄り、その次にキプロス島に上陸した。それ以来、アプロディテは 神と人の間の愛と情熱を支配した。フランソワ・ブーシェはキュテラ島で繰り広げられる豪舎で、自由気ままに集い遊ぶ、海の神々を描いている。ヴィーナスは貝殻に座り、イルカ、ホラガイを吹くトリトン、海の妊婦や、キューピッド、プットウに囲まれている。ヴィーナスの足元に止まる白い鳩の群れは、ヴィーナスのアットリビュートである。画面右側のトリトンは妊婦を担ぎ上げ、 妊婦は手に持った貝殻に真珠のアクセサリーを入れてビーナスに捧げている。プット刀たちは風に煽られて宙を舞う銀と赤の縞模様の日よけの幕と戯れている。妊婦の一人は愛の喜びに包まれて眠りに落ちている。彼女の太ももの内側に止まった白い鳩は性行為を隠している。二人のキューピッドは空を横切って飛んでいる。 一人は永遠に燃える愛を表す松明を持ち、もう一人は眠る妊婦に愛の矢を放っている。背後のキュテラ島には嵐が近づいている。彼らは感能的なポーズで相互に作用し、生き生きとした感能的な動きを作り出している。驚くべきことに画面の卓越した構図にもかかわらず、ブーシェが制作前に行った準備素描はほんの数枚のみである。 冷たい水色とピンクの配色、寒冷性、空を舞う布地に生まれる渦巻く動き、そして体、魚、布地、水の集まりは、ロココとして知られる様式の典型である。ヴィーナスの勝利は、スウェーデンの外交官であり美術コレクターである、カール・グスタフ・テッシンが、画家の工房から直接購入した。財政難のため、 鉄心は1749年に自身の美術コレクションのほとんどを売却することを余儀なくされた。ビーナスの勝利は他の多くの絵画、素描、芸術作品とともにスウェーデン王室によって購入され、1866年に王室の美術コレクションとともに新しく開館した国立博物館に移された。本作品の他に鉄心のコレクションから、 スウェーデン国立美術館に入った神話画には以下のような作品がある。ありがとうございます。